YouTube のチャンネル登録や視聴回数を超えられると、もう来てくれなくなる。こんにちは、こんばんは、猫と時の時です。今日はですね、いろいろパソコン関係のいろいろ買いました。サムスング。NVMe SSD960EVOM.2メモリー 1TB で、ちょっとこれごめんなさい、僕の体液かなんか知らないですけどついちゃったんです、エキスが。これがなんかこのヒートシンクメモリーの、ただもしかしたらこれちょっといらないかもわかんないし、Z270 ゲーミングプロカーボン、なんかヒートシンクついてたようなキーも線でもないので、で、まあこれも増設したいなと思って、まあちょっとやっていきましょうか。用意します。なんかプラスドライバーがいるみたいなんですよ。で、ちょっと用意しないといけないんですけど。なんか結構ちっちゃめのプラスドライバーですね。精密ドライバーのプラスがいるのかな。まあ、一応開けてみますね。こんな感じです。こうかな。だからピシッてやって。サムスイング。とりあえず M.2 のつくところなんですけど、ここですね。こいつと、ほんで、もう一つがこの、これですね。これになります。で、一応まあ、ヒートシンクあるんですけど、まあ、せっかく買ったんで、市販されてるやつを使おうと思ってます。ファン付きのやつ。で、ネジがここについてますね。これをちょっと先に取らんといけないんで、こっち側が1、で、こっち側が2になるみたいです。で、まあ、ギリグラボ、1はグラボ、避けてあるんで、多分これで取り付けれるかなっていう形ですね。で、とりあえずファンなしで取り付けてみましょうか。で、まずネジを外さないといけないんで、ごめんなさいね、なかなか。まあまあ緩いな。ああ、やっちまったぜ。やっちまったんじゃないか。え、違う？あ、やっちまったな。これは厳しいな。こんなちっちゃいんですよ。ようやく見つけましたけど、これほんま気ぃつけてくださいね。落としたままやってショートでもしたら終わりですからね。これを、ここですね。これですね。一番、だから、1、2、3、ここです。ここに取り付けないといけないんで、まあ、これ大丈夫かな？俺めっちゃ怖いねんけど。いけますか？しかもカメラがあるからね、余計やりにくいという。きついな。ほんまこれ皆さん気ぃつけてくださいね。これで下のやつをセットして、で、こっからメモリーですわ。こういう感じで入れていって、斜めからなんか入れてるみたいですね。まあ、比較的簡単らしいんで。比較的簡単に、でもあれはね、ネジはやっぱしダメですよね。え？これどうやってやるの？これ。刺されまへんで。あ、来た。こうや。まあまあ手前に刺しました。
猫やね。これ俺いけるかな。めっちゃ怖いねんけど。いや、マジで。はあ、やばい。オッケー。でもこれやっぱヒートシングやった方が良かったかな。 後で後悔してしまった。バイオス一応こんな感じで M2-1 で、サムスイング SSD96 を認識しました。コンピューターの管理で一応こういう感じで、認識しました。こんな感じですね。一応認識してる方ももう大丈夫と思います。ちなみにね、これ買ったんですよ。これ何かっていうと、温度計です。なるほど。あ、やっぱし人間は37と。んだら、ここを押したら起動するみたいで。んだら、照射30度、30.6度、30.65、30.5度。あれ思ったやか、あれですね、さほどですね。なんか50とか60とかなってるとか言って。メモリーもさほどです。30とかそうなんです。電源は？電源は28.8。電源は28.8。です。上がってくるんかな。いや、そんなことない。ずっとこのままですわ。 CPU はちょっと分かんないですね。あ、でもちょっと高いんちゃうかな。とりあえずヒートシングつけていきましょうか。ちょっと濡れてんのか。これでもすぐ取れんのかな。大丈夫なのかな。思いません。ちょっと怖いねんけど。あ、こっち側はもうこれ、え？めくれへんのこれ。このまま使うっていうこと？このまま使うねん。
これでもこんなん意味あんの、ほんなら逆に熱こもれへん、めくれへんの、え、大丈夫かな、あれやめく、両方めくらなあかんやろ、ほらなんでこれめくれへんの、これかいていいんか分かれへんね、これはこのままやねや、うんだろ、で、こう？はい。ここに合わせようか。もうちょっと怖いか。聞くのかな？もういいわ。なんか出そうでてみたいな感じ、これもいや、これは違うからやれっていうこと、ペロンチョ、あ、ちょっと失敗したかな、ほんまこれとか剥がしたらいいと思うんですけど、なんか剥がすの嫌やから、こんな感じでええんかな、分かれへんよね、こっち側に両方あんねんな、意味が分かれへん、こんな感じ？出ちゃうか？で、これはこうやな。あ、でもこれ動けになるな。ちょっと待って。ああ、ついてもうた。よし、あ、こっちが、まあそんな変われんやろ、大してファンがあるんがいいんよね、逆に熱こもりそうで怖いんだよな、
そしたら完璧。おお、すごい。なんか。すごくないですか、ね、これ何やろ、あまりかな、わからん。わかりまへん、もう。一個、あ、一個あったやっぱし。で、これ OK やんな。これさせるかどうかや。で、中央。OK。で、こっち側は、あれなんですって、あの、SATAのところに差し込んだらいいんです。これを差し込んでいって、うん、入れ。わかれ。入れ。わかれ。入ったかな？入ったね。よし、こんな感じで。ここや、ここですよ。こんな感じでやっていきましょうか。ん？見える？こんな感じでね。怖いな。これ、あ、やっちまったー。あるな。よし。見ました、これ。入れへん。入った。よし、これこれこれ。よし、ここや。ここやで。これをどうするかやな。どうしよう。よし。いった。できました。オッケー、いい感じ。これなんですよ。ここに、入れると、こうやったっけな、こう多分これでええんちゃうかな。こんな感じで入れるんですよ。失礼。うん、待ってる。待ってますわ。ほんだら、とりあえず、取り回しですわ。一旦 CM でーす。確かにうるさいですちょっとレビューで書いてあったんですけど、ちょっとファンの音がうるさいですね。まあまあ僕はそんな気になれへんとは思うんで、こんなぐらいやったら、思ったよりかはそんなめちゃくちゃうるさくはないんですけど、なんかあの低音のうるささやからちょっと気になるんですよね、多分。あの他のファンと違う音やからで、腹減ったわ。じゃあ腹減ったわ。表面温度は26度。
ただなんか挟み込みとかもしてるんで、これはなんかあくまでアルミのあれなんで、中はどうなってるかは正直わかんないです。こんな感じですね。あとはあれですね、これを8テラのハードディスクに交換します。OK でーす。1テラですね、認識はしてますので、あとは、まあ、パーティションを分けるなりそのままするなり、あとフォーマットですねをやっていきます。まあまあとりあえずハード編はこんなぐらいですかね。ハードディスクの方は8テラのやつですねはちゃんと認識してますので大丈夫です。で、ハード的には接続して、でまあ一応 BIOS では認識してて、でまあWindows 上でも認識してるという形で、今度はそれを使う今の状態でしたら使えない状態なんで、それを、読み込んだり、データを読み込んだり、データを書き込んだりできるような形。にします。ただ単に、ね、要するに認識してるだけですね。コントロールパネルから行ってもらって、ここからやったらコントロールパネルどこやろ。コンパネが分かれへんかったら、システムツールでもいけんじゃんね。システムツールのコントロールパネルか、もしくは管理ツールの、コンピューターの管理でいけるはず。ほら、で、ディスクの管理ですね。ほんなら認識してるんで、ディスク2ですね、これですね、ちゃんと1テラのやつになってきます。初期化をする必要がありますなんですけど、まあ、マスターブートレコードと、パーティションテーブル2つのものがあるんですけど、この Windows 自体をもう全部マスターブートレコードに入れたいので、これにします。初期化ですねをします。でちょっとねごめんなさい、一応ね初期化なんですけど、 MBR やったらなんか32ビットまでらしいんですよ。だからこれ結局変えないといけないんですね。だから GPT ディスクに変換という形で、ここを右クリックしていただいたら GPT ディスクに変換してくれます。これが一番最新なんで、まあなんか昔の、Windows XP 未満以下でしたら、昔のなんか認識しないとか言ってるんですけど、そんなんもう XP なんか使ってませんので、基本的には、GPT でいいと思います。で、
MBR はなんか32ビットの2テラバイトまでしか認識しないらしくて、で、なのでもう今、多分全部ほとんど64ビットなんで、GPT でいいと思います。で、ほとんど多分ね、そのマザーボードの、もうなんか UEFI やったっけな、に対応していないといけないんですが、もう最近のマザーボードは多分ね、もう対応してると思うんで、大体は。だからもうこれは、GPT でいいと思います。失礼しました。で、あとはフォーマットですね。ここの右クリックして、新しいシンプルボリュームで、次へ。で、もう、僕はもう最大で、やりますんで。で、これですけどね、通常でしたら全然これでいいと思うんですよ。で、まあ、もう普通に NTFS でいいと思います。まあ、EXFAT は基本的には、なんか、Mac とこのやりとりとか、多分これはもう、データとかを保存するあれの方がいいと思うんで、もう普通の NTFS でいいと思います。で、次。で、完了。次に、この C ドライブの自体を、あれですね、そっちの M.2 に入れ替えたいんですけど、もしくはコピーしたいんですけど、ただこれね、あれなんですよ、普通のデータと違って、普通のデータは、コピーすぐにできるじゃないですか、違うハードディスクとかに。でも、その Windows の、やっぱしそのシステムとかは、まあ、盗難というか、ね、不正にコピーされたりとかを防ぐために普通にコピーはできないんですよね。で、もちろんその立ち上がってるからデータもいろいろと立ち上がってたりできへんかったりとか、なかなか難しいんですけど、だからそういった時にソフトを使わないとできないんですわ。で、そのソフトを今からインストールします。ではでは、一応なんかいろいろ調べたんですけど、何これ、 EASUS To Do Backup Free っていうのを検索しましょうか。これがなんか、まあでもたまに手間あるから怖いんですけどね、変ななんかソフト入れられたりとか。まあ多分これでいいと思うんですけど、無料のイメージバックアップソフト、これかな。で、これでダウンロードしましょうか。見つかっている不具合のまとめ。で、日本語。で、次へ、同意。でも、2位の場所で。はい。インストール。まあ、何もなければ、次へ次へで。はい、完了。で、ライセンスコードですね。で、今回はフリーなんで、後でで。では、やっていきます。まず、EASUS To Do Backup To Do Backup を立ち上げて、で、クローン。
ここですね。をやるとこういう画面が出てきますんで、これ気をつけないといけないのは、ここのをチェックするんじゃなしに、ここですね。ここをチェック入れるということです。だから今回は、C ドライブを、全部インストールしたいんで、これですね、ここのチェックを、ハードディスク0なんで、チェックを入れてもらって、これをまあ全部移行しますよって、楽しいですよっていう感じで、次へで。で、今度は、移行する先ですね、は、ディスク2でしたので、ここにチェックですね。これでまあ一応編集とかでクローン後のレイアウトあるんですけど、結局ここ空いてしまうんですけど、まあ後からもいけると思うんで、パーティション調整とかできたりとかするんで、これいかないんですよね。これもキャンセルして、でなぜか SSD に最適、これいらんと思うねんけどな、 SSD に最適、これちょっとやめときますか、 SSD じゃないしねっていう感じで、こんな感じですね。だからもうこれチェックを入れて、で次へという感じで、でこれで実行していきましょう。本当に続けますか。はい、 OK です。とりあえず、コピーできました。で完了で終了と。ほな一回ちょっともう一回試してみましょうか。電気を消して、元の C ドライブを外します。で、立ち上げて BIOS を、起動時に BIOS を立ち上げます。自作パソコンの場合はだいたいデリートですね。で、まあメーカー製とか F7 とかなんか2つコントロールなんちゃらかんちゃらとかいろいろありますけど、とりあえず BIOS を立ち上げて、ちょっと待って、これかな、 UEFI これかな、これちょっと前に出そうか、これでいけんちゃう、 UEFI やったから、はい、ドット2やな。問題が発生したように PC を再起動する、自動的に再起動します。あー、ちょっと難しいんかな。一応ね、今いろいろと調べていくと、なんかサムスンでソフトウェアでバックアップをあれなんですって、提供してるらしいです、バックアップソフトを。これですわ、ソフトウェアガイド日本語レーションソフトウェア、これですね。ほんなら一回ダウンロードしましょうか。はい、完了。これか。開始。ターゲット。
オッケーね。もうこれでええんかな、ほんまに。いけるんかな。オッケー。あ、これでもしあれやったらめちゃくちゃ便利ですけどね。サムスンええな。ちょっと飛ばしますね。こっから行けへんな。あ、来た。ソースディスクのデータがサムスン SSD に正常に複製されました。ほんまかな？だから一応、これで終了で。で、あとはドキドキやな。でもこれはもう完璧やろ。絶対に。とりあえず一回シャットダウンします。電源一回切って、元の電源1回切って、ほんでハードディスクを、今までの SSD のハードディスクを外します。で、電源入れて、今度は、起動時に BIOS を立ち上げます。デリート、自作パソコンやからデリートで、で結局メーカー製とかは全然中身見ますけど、バイアスデリートじゃない可能性もありますので。で、あ、もうちゃんとなってくれてんじゃん。ちゃうんかな。なってくれてんじゃん。違う。一回これで立ち上げますね。頼むで。頼むで。頼みます。来る？ここまでは OK やね。ここまでは OK やね。こっからやで。頼むで。長いな、あかんか。あかんっぽいな、長いな。長いよ。で、You can into plug in and need to this restart for you。 切れたね。ダメですね。こんなんが出るんで、SQUFINSETTING？ F8。
とりあえず読んでいったろうか。何なんすかね。何これ。ドライバーをインストールしたらこれ変かな。あ、来た。来ましたよ。あ、そうです。あ、来た。来たんちゃう。来ましたよ。だから一回セーフモードで立ち上げて、あれディスクのクリアアップは関係ないと思うんだけど、やっぱちょっとおかしかったな。ようやくや。ブルーバックでもちょっととりあえずしつこく我慢してセーフモードで立ち上げたら一応できるようにはなりました。これで完璧や。あとはちょっとベンチマークゴー。ちゃんとした数字出るかな。ということで、ベンチマークはこんな感じです。ボリュームの拡張。これでいいんかな。もうなんやねんそれ。結局弱いやんけ。 Thank you for watching Cats and Dogs Plus videos such as cats, useful items, DIY and bike, good and good channel registration. Thanking you are in advance. Please come back again.